皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのたけみです。今回は中戸川三つぐさんが書かれたワースト添加物、これだけは避けたい人気食品の見分け方をご紹介していきたいと思います。それでは早速楽しみながら本書の内容で一緒に重要なテーマについて勉強していこうではありませんか 本日のお品書きは次の通りです。一言で、添加物がやばい本当の理由。添加物で体内の〇〇が激減するということについて。二言で、これだけは避けたい。ワースト添加物ランキングトップ5について。三言で、スーパーでは〇〇を変え。今度こそ迷わない。偽物と本物の見分け方について解説していきたいと思います。それでは早速、一言の 添加物がやばい本当の理由。添加物で体内の〇〇が激減するということから解説をスタートしていきます。さて。 本書のタイトルは、ワースト添加物であります。このタイトルだけを見ると、添加物を徹底的に批判し、添加物を徹底的に求断する本のように思えるかもしれません。ですが、著者はそうではないと述べています。本書は、添加物は一切避けるべきであると主張する本ではないんです。なぜならば、 現代社会において添加物を100%避けるというのは時間的にも経済的にも不可能だからであります今や添加物は食べ物だけでなく 薬品品化粧品など日常生活のあらゆる側面に広く使用されております健康に非常に気を使っている人の中には、添加物の健康への影響を懸念して、その使用を徹底的に、人によっては100%避けようとしておりますが、それはなかなか難しいと言わざるを得ないのが現実です。まずは、時間的な問題です。添加物を含まない商品を選ぶには、各商品の成分を毎回毎回 すべて確認し、リサーチをする時間が必要でしょう。 また、現代にはびこっている便利で簡単で安い食べ物というのは基本的に添加物が含まれておりますからそういった食べ物に頼らず毎日毎日自分の手で食事を作るということは忙しい現代人にとって時間的に厳しいという側面があるんです。また、経済的な問題も立ちはだかっているんです。オーガニック食品や自然食品、無添加の食品などは一般的に食品添加物 が使用されているものよりも値段が高い傾向にありますまた これらの商品は必ずしも全ての地域で手に入るわけではありません。また今では添加物が幅広く使用されているということも添加物を100%避けることができない理由の一つになっております。添加物は多種多様な商品に使用されているためそれらを完全に避けるのは困難です。例えば保存料色素、香料などは食品だけでなく薬品や化粧品にも含まれております。こういった理由から 現代社会で添加物を完全に避けるのは時間的にも経済的にも困難であると言えます。ですから皆さん、健康に気を使っている人であっても100%は目指さないでほしいです。それは現実的ではないからです。しかし、 添加物の中には間違いなく長期的な健康リスクを脅かすものもあります。ですから100%とは言わないまでも、できる限り添加物は摂取しないぞという姿勢を持つことは極めて重要です。 添加物自体の危険性という面もありますが、私たちが添加物を避けるべき理由は、添加物を摂取することによって、体内のミネラルやビタミンなどの栄養素が添加物の対応に追われて消耗してしまうからであります。どうでしょうか 食品添加物、それ自体が危険であるという主張は結構見かけるんですが、食品添加物を摂取することによって、体内の大切な栄養素が消耗されてしまうということを知っている人がいたでしょうかこれは非常に重要な知識だと思います。いくら栄養バランスに気をつけて、食事を送っていたとしても、そこに添加物が含まれていると、その添加物によって大切な栄養素が消耗されてしまう。これは非常 に恐ろしいことだとだ言えます添加物をパクパク摂取しているような食生活を送っていると栄養不足による新型栄養失調で病気になってしまいます。 栄養がしっかりと足りている人はともかく、現代に多い外食しがちな人、ストレスを抱えている人、運動不足の人、睡眠不足の人、そういう人は栄養不足な食生活になってしまっているから、添加物にも気をつけましょう。食品表示をよく見ましょうというのが著者の主張なんです。本書は様々な食品メーカーへの勤務経験を持つ加工食品ジャーナリストの著者が食べてはいけない添加物、食べても健康に及 影響が少ない添加物を紹介しておりますますた非常にわかりやすく特にこれだけけは避けて欲しい添加物ワーストランキングも掲載されております。さらには、偽物と本物の食材の見分け方についても詳しく解説されているので、健康に気を使いたい、すべての人にとって本書は役立つ内容と言えるでしょう。それではまず、食品添加物とは一体何なのかということから、深掘りして解説していきます。 さて皆さんは食品添加物と言われてどんなイメージを持つでしょうか健康には害がないし厚生労働省も認めているんだから安全でしょと思っていたりスーパーやコンビニなどに売られている商品のほとんどには添加物が使われているし避けようがないので気にしていませんという人が大半ではないでしょうか忙しい現代人にとって日々の食事が便利、安い、 美味しいと三拍子揃い手軽にできるのであれば添加物入りの食品も仕方がないことかもしれません。しかしもう一歩踏み込んで考えてほしいです。私たちの健康を考えた時体を作るものは水と食事であります。私たちの体は食べたものでできているんです。確かに今日一日。 健康に悪い食事をとったところですぐに体調が悪くなるわけではないでしょう。しかし、あなたが食べたものというのは確実にあなたの体を作っております。あなたの体は体内に入ってきたものを処理するという責任を負わされております。ですから、健康に悪い食事をしていると、老化スピードが加速してしまい、将来大きな病気になってしまったりして、いつかあなたは大きなツケを払わされることになるでしょう。 著者は様々な食品メーカーに勤めていた経験から食品添加物による弊害や製造に携わる者としての責任を強く感じるようになったと言います日本という国は 添加物も農薬も明らかな危険性がない限り使用禁止になりません。一方でヨーロッパ諸国は明らかな安全性がない限り使用できません。この違いはとても大きいんです。ですから私たち一人一人が自分の身をしっかりと守るためにしっかり確かな情報を知っておく必要があるんです。添加物が多く使われていることで有名なコンビニ弁当ですがスーパーのお惣菜だってファミ ファミレスのランチだっててたくさん使われております添加物は完成した加工食品を見ただけではわかりません裏の食品表示を見ても省略や一括目表示などいくらでも隠してしまえるルールが存在しているからですでは添加物には一体どのような危険性が指摘されているのでしょうか添加物の悪影響としては発がん性アレルギー性 依然毒性近年では新型栄養失調とも関連していると言われている腸内細菌への悪影響ミネラル不足といったデメリットが挙げられていますこれらはすぐに発症するものから10年20年先のリスクまで懸念されております特に子供への影響は計り知れないものがあるのではないかとも言われています特に著者が心配しているのは添加物による体のミネラル不足であります添加物というのは 直ちに健康に悪影響をもたらすわけではないんですが添加物を摂取すると体内のミネラルがその分解代謝、解毒に使われてしまうので必要なミネラルをかなり消耗してしまうんです添加物は化学物質ですから体としては余計な成分は解毒、排出したいわけですそこに重要なミネラルが使われてしまうということそもそも多くの人は何もしなくたって普段の食生活に によってミネラル不足に陥っているのにそれがさらに添加物によって消費されてしまいミネラル不足が加速しているというわけなんですさて皆さんは新型栄養失調というものを知っているでしょうか新型栄養失調とは摂取カロリーは足りているのにタンパク質やビタミンミネラルなど特定の栄養素が不足し体に不調をきたすことであります免疫力の低下倦怠感 貧血、冷え症、イライラなど様々な症状が現れてしまいます。なんと2018年のハウス食品の調べでは3食しっかり食べているにもかかわらず8割の子供に新型栄養失調のリスクがあるということがわかっています。栄養失調とは皆さんよくご存知の通り物が食べられなくてかかる病気のことであります。そして新型栄養失調とは物を食べすぎてかかる病気 でありますまさに現代特有の病気と言っても良いでしょうタンパク質 炭水化物脂質ビタミンミネラルの5大栄養素のうちある特定の栄養素が極端に不足すると新型栄養失調になりますカロリーはたっぷりと足りているのに高齢者のタンパク質不足と外食しがちな人のミネラル不足の2つがよく知られていてこういったものを新型栄養失調と言います朝はパン昼ご飯は牛丼屋で済ませる夜ご飯はコンビニ弁当こんな生活を送っていたらカロリー だけは足りているにもかかわらず、タンパク質やビタミン。 ミネラルが不足してしまうことは明らかでしょう。高齢者のタンパク質不足というのは、このチャンネルでいつも強調している通りです。高齢になると、筋肉が低下し、食も細くなるため、タンパク質がどうしても不足してしまうんです。そして、もう一つ皆さんに気をつけてほしいのが、著者が何度も強調している、ミネラル不足による、新型栄養失調であります。ミネラル不足は、まず外食しがちな人がなります。 Мини. ファミレス、スーパーの惣菜、持ち帰り弁当、そういった出来合いのものばかりを食べている人は、ミネラル不足の状態になりやすいです。高齢者で、スーパーのお惣菜や、持ち帰り弁当をいつも食べているような人は、タンパク質不足とミネラル不足で、ダブル新型栄養失調かもしれません。ミネラルが不足してしまうと、イライラして落ち着かなくなったり、ぼーっとして頭が回らないことがありますから、ぜひそういった症状がある 現れててていいる人はミネラルを取ってみて欲しいです割と即効性があってすぐに効果を実感できると思いますまた食べた添加物を体外に排出したり分解したりそれもまたミネラルの仕事ですミネラル不足だと農薬や添加物の排出もうまくいきませんというわけで皆さんにはもっとミネラルを取っていただきたいですまずは 貴重なミネラルを無駄にして消費してしまわないように添加物をできるだけ取らないという姿勢を貫くことが重要でしょう。そして、やはり料理を手作りするということが重要です。料理を手作りするだけでミネラルはしっかりと取れるようになります。さらにはミネラルが豊富な食材を積極的に摂取することも重要です。ミネラルが豊富な食材の代表例としましては煮干し、海藻、魚介類、野菜、 雑穀、蕎麦、ナッツ、ごま、納豆。 豆腐、キノコといった食材があります。こういったものをしっかり摂取することでミネラル不足を補っていきましょう。牛丼やばかりで食事をしている人は100円のサラダよりも納豆をつける方がミネラルの足しになります。白い食パンが好きで食べていますという人はクルミパンや玄米パン、全粒粉などにすれば多少なりともミネラルを補給することができます。また、出汁も重要です。ミネラルといえば出汁ですが、 無無添添加加ののを選んでいいいたただきたいと思まますすすす天然だしパックがおすすめになりますそしてこのチャンネルでは味噌汁もいつもめちゃくちゃおすすめしておりますので無添加の天然だしで味噌汁を作って召し上がることができればミネラルをたっぷりと補給することができるでしょう それでは次の2件で具体的にこれだけは避けたいワースト添加物を発表していきたいと思います。その前に一旦この辺で1弦の内容をまとめておきましょう。ポイント1、現代社会において 添加物を100%避けるというのは時間的にも経済的にも不可能である。しかし添加物の中には間違いなく長期的な健康リスクを脅かすものがあるためできる限り添加物を摂取しないという姿勢を持つことはとても重要である。日本という国は添加物も農薬も明らかな危険性がない限り使用禁止にはならないが一方ヨーロッパ諸国は明らかな安全性がない限り使用できずこの違い はとても大きいポイント2添加物自体の危険性という側面もあるが私たちが添加物を避けるべき理由は添加物を摂取することによって体内のミネラルやビタミンなどの栄養素が添加物の対応に追われて消耗してしまうからであるその結果新型栄養失調に陥っている人も多いポイント3 ミネラル不足を解消するには、添加物を避けること、料理を手作りすること、ミネラルが豊富な食材を食べることが大切である。それでは次に2件で、これだけは避けたい、ワースト添加物ランキングトップ5について解説していきたいと思います。さて2件では、様々な食品メーカーへの勤務経験を持つ、加工食品ジャーナリストの著者が提唱している、これだけは避けたい、ワースト添加物ランキングトップ5を具体的に ご紹介していいいきたいと思いますでは、早速、ランキング形式で、どしどし紹介していくことにしましょう。それでは、まず、ワースト添加物ランキング第1位、人工甘味料から解説していきます。さて、著者が最も避けている添加物の第1位は、ズバリ、人工甘味料であります。アスファルテーム、スクラロース、アセスルファムカリウム、サッカリンナトリウム、ネオテーム、 アドバンテーム。この6つは、ぜひ手に書いてでも、買い物に行っていただきたいぐらい、避けてほしい人工甘味料であると、著者は強調されております。人工甘味料が危険なのは、腸と腸内細菌に悪影響を及ぼす可能性があるからです。腸の状態が悪化すると、腸脳相関といって、脳が不安になります。その結果、精神的に不安定になるので、体への影響は大きいんです。そして、 人工甘味料は痩せたいと思っている人の多くが手を伸ばしているものになりますが、糖類たっぷりのジュースも体に負担がかかるのと同様、人工甘味料を使ったゼロカロリーのジュースもまた体に負担がかかるということを私たちは忘れてはいけないんです。サイダーやコーラ、カルピスなどの清涼飲料水には糖類が多く含まれております。例えばコーラの場合、スティックシュガーに換算すると18.8本分の 糖類がが入ってていいますそこで売られているのがゼロカルピスでありますゼロカロリーでカルシウムをプラスしてありますが残念なのはアスパルテームアセセルファムカリウムスクラロースが入っているということさらに特保コーラなども売られておりますがこれも人工甘味料だらけですしキリンの特保コーラにもやはり3種類入っていますそして恐ろしいことに こういった人工甘味料は痩せたい人や糖尿病の人が飲むのに逆効果だと示す論文が出ているんです。では一体なぜ逆効果になってしまうのか。ゼロカロリーの清涼飲料水は砂糖ゼロでカロリーゼロにもかかわらずとても甘いですよね。すると脳は砂糖たっぷりのジュースを飲んだんだと勘違いするんです。血糖値がこれから急上昇してくることを見越して甘さを感じた段階であらかじめ血糖値 を下げるインスリンというホルモンを分泌してしまうようなんですところが実際に飲んでいるゼロカロリーの飲料には糖類が入っておりませんから血糖値がインスリンを作った分だけ低下してしまいます血糖値が低下すると体はすぐに血糖値を回復しようとして空腹の信号を出しますつまり人工甘味料入りの飲料を飲めば飲むほど食欲が増加してしまうんです 糖尿病の人やダイエットを考えている人が、これらゼロカロリーの飲料を飲んでしまうことによって、かえって太ってしまったり、血糖値コントロールを乱し、糖尿病になってしまうというわけなんです。その他にも。 人工甘味料の危険性を指摘する研究はたくさん存在しているんです。こういった多くの論文がすでに出ているにもかかわらず、国は認可を取り下げることはしません。それは一体なぜか、安全性を証明する論文も負けずにたくさん出ているからであります。おそらく、 人工甘味料を売りたい陣営が人工甘味料の安全性を証明してくれる研究者にお金を出している可能性があるんです。人工甘味料は安く甘くできるだけでなく添加物の臭み取りにも使われますから本当にありとあらゆる食品に今では使われているんです。食品表示を見るとあれにもこれにも びっくりするほど人工甘味料が使われておりますが、よく見れば人工甘味料不使用の類似品が簡単に手に入るということにも気づきます。値段だけではなく、しっかりと原材料表示を確認する癖をつければ人工甘味料が使われていない同じような商品を私たちは手に入れることができるんです。そして本書では人工甘味料が入っている具体的な商品名と具体的な商品の画像がたくさん掲載されています。 されております皆さん、お馴染みの食品ばかりですから、おそらく、うわ、この食品にも入っている、この食品にも入っていたのかと、びっくりされることでしょう。 興味のある方はぜひ本書を取って写真とともにその商品名を確認していただきたいと思います。さてそれではここまででワースト添加物ランキング第1位人工甘味料についての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次ワースト添加物ランキング第2位合成着色料について解説していきたいと思います。さて着色料には化学合成で作られる合成着色料と動植物化 から作られる天然着色料の2つがあります合成着色料は石油から作るタール色素の危険性をよく耳にする添加物になりますですが天然の着色料にも避けるべきものがありますこっちにいる色素のカルミン酸ラック色素は天然着色料ではありますが貝殻シを潰した体液ですからアレルギー性が指摘されているんです虫なんて気持ち悪いと思っていても真っ赤な口紅にも 合成着色色料とカルミン酸色素が使われているんですそして、合成着色料は発がん性が疑われているものがあるので、できるだけ避けておいた方が無難であると著者は述べています。そして、一部の合成着色料は動物実験において発がん性が確認されております。人間における発がん性リスクは低いとされていますが、一部の国ではこれらの色素の使用が規制されております。ですが毎度のこと ながら日本では野放しになっているというのが現状です他にいくらでも無着色のものがありますからこれまた原材料表示をしっかりと見てもっとマシなものを選ぶという習慣を少しずつ身につけていただければと思いますさてそれではここまででワースト添加物ランキング第2位合成着色料についての解説を終わりにして次に行きましょう それでは次、ワースト添加物ランキング第3位、合成保存量について解説していきます。さて、お次は合成保存量であります。 合成保存量は数種類ありますが、そのうちソルビン酸と安息酵酸、この二つの言葉だけを覚えていただければ、大体の合成保存量を避けることができます。ではなぜ合成保存量を避けるべきなのか、発言性も心配されておりますが、腸内細菌への悪影響が特に心配されているからであります。合成保存量は、 微生物物や雑菌の繁殖を抑える化学添加物であります当然、微生物の増殖を抑えるので、腸内細菌にも悪影響があるんじゃないのと懸念されているわけなんです。ソルビン酸カリウムは弁当類など、安いスーパーのお弁当によく入っています。あとは タコさんウィンナーのようなものにも入っております。ですからタコさんウィンナーはいくら子供が大好きだと言っても子供のお弁当には絶対に使用しないでほしいです。保存量不使用のウィンナーはいくらでも見つかるからであります。さらに有名なエナジードリンクであるモンスターエナジーにも安息香酸が使われてしまっております。ぜひ買おうと思った商品の中で保存量不使用のものがあればそちらを選ぶ ようにしましょうそして類似商品すべてに保存料が入っていたらミネラルなどの栄養補給をしっかりしておくということが重要です繰り返しますが人工甘味料や合成保存料は腸や腸内細菌に悪影響がもたらされることが懸念されているんですこれらの添加物によって腸に穴が開いてしまうとリーキーガット症候群と呼ばれる病気になってしまいますリーキーガット症候群とは農薬や 添加物などの化学物質によって小腸に炎症が起きて穴が開いて損傷しそこから有害物質や未消化の食べ物の断片が 体内に漏れ入って血流によって全身で炎症を起こしてしまうという大変大変恐ろしい病気であります。どうでしょうか聞いただけでもかなり怖いということがわかるでしょう。この炎症によって体の様々なところで不調が起きてしまいます。腸に炎症をもたらす原因となる添加物としましてはやはり人工甘味料や合成保存料などが挙げられます。ですので 腸の健康を守るためにも、できるだけ添加物の少ない商品を選ぶことを大切にしてほしいです。そして、腸が荒れてしまった場合、修復する手立てはやはりミネラルになります。ミネラルの一種である亜鉛は、特に最近、その重要性が強調されています。 アエンは腸粘膜のバリア機能を修復したり、腸内細菌のバランスを整えるという報告があるんです。ですからやはり、添加物はできるだけ避け、しっかりとミネラルを補給するという基本姿勢がとても大事になってくるわけです。さてそれではここまでで、ワースト添加物ランキング第3位、合成保存量についての解説を終わりにして、次に行きましょう。それでは次、ワースト添加物ランキング第4位、防火 剤について解説していきますさて皆さんは防カビ剤と聞いて何を思い浮かべますか 感のいい人はピンと来ているかもしれませんね。そうです。外国産のフルーツなどにこの防カビ剤が使われているんです。例えば外国産のオレンジやレモンなどの柑橘類は長時間の輸送貯蔵中にカビが発生してしまいます。その発生を防止するために収穫後に使用される農薬を防カビ剤と言うんです。収穫後の農産物に使用する防カビ剤のことを別名ポストハ ハーベスト農薬とも言います例えばスーパーなどでよく見かけるのは イマザリルオルルルオトフェニルフェェニノーーチアベンダゾななどといった防カビ剤になりますそして、防カビ剤の中には、発がん性や再帰形成など、人体への影響を与える疑いのある成分も含まれていて、消費者団体を中心に、その危険性が指摘されております。このように言うと、輸入オレンジや輸入レモンなどの柑橘類を買うのが怖くなってしまうという人もいるかもしれませんが、しかし、スーパーでよくよく見 見てみれば輸入オレンジや輸入レモンの中でも普通に防カビ剤不使用のものが売られていますからわざわざ防カビ剤を使用したオレンジやレモンを買う必要は全くありません。 防カビ剤には必ず表示義務があります。値段や陳列棚などに使用した物質名を分かりやすい方法で表示するように決められておりますから、ぜひ防カビ剤不使用のものを買うようにしてください。あるいは外国産のこういった柑橘類は避けて国産の柑橘類を買うというのもおすすめであります。国産の柑橘類であれば防カビ剤が使用されていないからです。さてそれではここまでで ワースト添加物ランキング第4位、防カビ剤についての解説を終わりにして、次に行きましょう。 それでは次、ワースト添加物ランキング第5位、発色剤、カッコ、アショウ酸ナトリウムについて解説していきます。さて、お次に紹介したいのは、これまた悪名高い発色剤、アショウ酸ナトリウムであります。食品を色鮮やかに保つ発色剤として使用されているアショウ酸ナトリウムですが、やはり発がん性が指摘されているんです。アショウ酸ナトリウムがよく使用されている食品としては、ハムやソーセージ などの加工肉が挙げられますこういったものはお子さんも大好きでしょうからぜひハムやソーセージを買うときはアショウ酸ナトリウムが添加されていない無添加のものをチョイスするようにしてほしいと思います。それでは この辺で二元の内容をまとめておきましょう。二件では、これだけは避けたい、ワースト添加物ランキングトップ5をご紹介しました。第1位は、人工甘味料。第2位は、合成着色料。第3位は、合成保存料。第4位は、防カビ剤第5位は、発色剤確保、アショウ酸ナトリウムでした。 それでは次3件で、スーパーでは〇〇を変え、今度こそ迷わない、偽物と本物の見分け方について解説していきます。さて、これまで避けた方がいい食品とか、添加物を分かりやすくご説明してきました。そこで3件では具体的に、じゃあ皆さんがスーパーで一体どんなものを買えばいいのか、スーパーで買うべきものをお伝えしていきたいと思います。まずは、お肉から解説していきましょう。 さて、皆さんがスーパーに行って、今日はどのお肉にしようかなぁと思った時に、意識してほしいキーワードが3つあります。それは、遺伝子組み換え資料不使用、抗成物質不使用、合成抗菌剤不使用、この3つであります。これまでは、 あまり意識せずに、その辺にあったお肉を適当に手に取っていたかもしれませんが、よくよくお肉の表示を見てみれば、抗成物質不使用などとパッケージに書いてあるはずなんです。そして、こういったものは全国のスーパーで手に入れることができます。例えば、イオンのタスマニアビーフは、飼料に成長ホルモン剤、抗成物質、遺伝子組み換え作物、肉コップンを使っておりませんから、かなりまともな肉であると言えます。 また著者はこういった3つが使用されていないお肉に加えてできればグラスウェットビ,ビーフとは日本で多く流通している牛肉とは違い牧草のみを食べて育った牛肉のことであります。 赤身の多い肉質や牛の育てられる良質な環境からヘルシーな牛肉として世界中で知られています。海外などではスーパーに行けば必ずと言っていいほどこのグラスフェットビーフが売られているほど グラスフェットビーフは今世界中で注目を集めている素晴らしい食材になります。健康意識の高いスーパーであれば、日本のスーパーであっても手に入るかもしれませんが、なかなかお近くのスーパーでは手に入らないケースもあるでしょうから、そんな時は通販を利用して買うと良いでしょう。通販であれば徹底的にこだわったグラスフェットビーフを手に入れることも簡単であります。便利な時代になりましたよね。では、 お肉についての説明はこの辺で終わりにしましょう。さて。 お肉の次はお魚について説明していきたいと思います。魚もめちゃくちゃ健康に良い食べ物として有名であり、ぜひとも皆さんに取り入れていただきたい健康のための強い味方であります。私はこれまで様々な健康本や海外の書籍や論文など大量に読みあさってきたわけですが、魚、中でも青魚を否定しているものはほとんどないと言っても過言ではないほど、魚というのは健康に良い食材の代表ですから、 ぜひとも忘れず定期的に摂取しして欲しいですですが、実は魚にも添加物が使用されているケースがあるので注意が必要であると著者は述べています。例えば皆さんがスーパーでマグロのお刺身を買う時はもちろん養殖より天然がおすすめになりますがもっと重要なポイントがあります。それはしっかりと 添加物表示をチェックするということ。鮮魚の刺身パックに何で添加物が使われているんだと思われる人いるかもしれませんが、加工してあるお刺身も多いんです。例えば、お刺身の原材料表示に植物油脂、魚油、pH 調整剤、 酸化防止剤などと書いてあったら、トロ加工したマグロだと言えますから、おすすめできません。そして、塩酒の切り身を買うときも、養殖よりも天然がおすすめになります。ただし、鮮魚ならば、養殖の表記は必要なんですが、塩酒は加工食品に分類されますから、養殖かどうかを表記する義務がありません。 そこで、酒の種類で養殖か天然かを判断すると良いでしょう。銀酒は大抵養殖ですが、紅酒、白酒は天然になります。著者は ベニザケの切り身を買うことが多いそうです。ですが、養殖は絶対買わないというわけではなくて、ASC 認証の銀鮭を買うこともあります。ASC 認証とは、養殖に関する国際認証制度で、自然環境の汚染や資源の過剰利用の防止、また、労働者や地域自民と誠実な関係を構築している水産物に与えられる認証になります。同様に、 紅ニザケを買うときもできるだけ MSC 認証のものを買うようにしているそうです。MSC 認証とは水産資源や海洋環境に配慮した持続可能な漁業によって取られた水産物の認証になります。イオンでは MSC 認証の塩紅ニザケを買うことができます。私も学生時代、イオンでよく MSC 認証の魚介類を買っていたというのを思い出します。また、 サンマも非常におすすめになります。青魚が健康に良いというのは有名なことですが、中でもサンマは、アジやサバ、マイワシと比べて寿命が短いので、水銀、ダイオキシン、放射性物質の蓄積が少ないというのがメリットであります。缶詰でも、無添加のサンマの缶詰が一押しであります。サンマ サバ、イワシなどの青魚の缶詰は、魚を生の状態で缶に入れて、かつ、加熱殺菌して缶詰にするので、魚のミネラルが抜けていないというのも魅力的になります。また、骨ごと食べられますから、カルシウムの補給にもなります。最後にまとめておくと、魚選びのキーワードは次の3つであります。1、抗生物質や合成抗菌剤不使用の ASC 認証。 2. 海洋環境に配慮して捕獲された MSC 認証。3. 放射能の蓄積が少ない寿命が短い魚、サンマなどを選ぶこと。 では、魚についての説明はこの辺で終わりにし、次に行きましょう。さて、お次にご紹介したいのが、卵の選び方であります。卵というのは、完全栄養とも言われるほど、健康に良い食べ物ですから、ぜひ皆さんには良質な卵を取り入れてほしいです。特に、 自分は栄養が足りていないかもしれない。自分は新型栄養失調かもしれないと感じている人ほど、卵というのは強い味方になりますから、ぜひとも摂取していただきたいです。それでは具体的にどんな卵を選べばいいのか。つまり、開放型傾斜、もしくは、平飼いと書かれた卵を選びましょう。さらに、 卵のパッケージを見て安全な資料を使っていたらさらにおすすめになります。安全な資料とは例えばノン GMO と書かれていたら資料に使われているトウモロコシや大豆カスは遺伝子組み換えではない原料であるということを示しています。自然食品店に行けば有機飼料で平替いのオーガニックランが買えたりします。これが買えればベストです。スーパーで卵を買っている人はまず卵売り場で開放型 傾斜もしくは平貝と書かれた卵を探してくださいそれでは卵の選び方についてはこの辺で説明を終わりにして次に行きましょう それでは次、どんな豆腐と納豆を買えばいいのかということをお伝えしていきます。豆腐や納豆というのは良質な植物性タンパク質の供給源ですので、特にタンパク質が付属しがちな高齢者の強い味方となってくれます。ですのでその質にはこだわっていただきたいと思います。まずは豆腐から行きましょう。豆腐は 大豆の栄養が取れる食品ですので、基本的にはどんな豆腐を選んでもいいと思いますが、著者なりの選び方のコツがあるんです。結論だけお伝えすると、凝固剤に素性塩化マグネシウムもしくは塩化マグネシウム含有物を使用した豆腐の中から国産大豆のものをチョイスしてほしいです。例えば、後ろの成分表示に次のように書かれている豆腐を選びましょう。原材料名、丸大豆、括弧国産。 凝固剤、粗成塩化マグネシウム。 それでは、豆腐の次は納豆の選び方を説明していきます。基本的に、納豆というのは、めちゃくちゃ健康に良い食べ物ですから、どんな納豆でもいいので、とりあえず納豆を食べることから始めてみてほしいです。そして、こだわりたい人は理想を言えば、国産の大豆、または、有機大豆の納豆をチョイスしてほしいです。基本的に、スーパーではいろんな種類の納豆が並んでいますが、それらは主にタレが違うだけです。残念ながら、ついて ているタレは 添加物が多用されたものが多いので使用せずに捨ててくださいタレの代わりに醤油やオメガ3脂肪酸を豊富に含むエゴマ油やアマニ油などを加えると美味しくてさらに健康的な納豆になりますではお次は味噌選びのポイントについてお伝えしていきたいと思います味噌汁はとても健康的な飲み物ですのでぜひとも皆さんには摂取してほしいですが味噌汁の効果を最大限に引き出すためには上手な味噌 選びが欠かせません味噌選びでのポイントは次の3つであります1無添加で天然醸造に 国産大豆もしくはオーガニック。3、通気口がある生味噌かどうか。スーパーに売られている、たくさんの味噌の中から、この3点を満たすものをチョイスすることができればベストです。3番目の生味噌については、あまり聞いたことない人多いかもしれません。味噌を選ぶときは、できれば生味噌を選びましょう。味噌の発酵菌が加熱殺菌されておりませんから、生味噌はカップ味噌に通気口が開いています。蓋のどこかに 通気口がありますからら生味噌を手ににに入れるたために今度スーパーパ行ったら探してみてみくださいそれでは3元の内容をこの辺でまとめておきましょう3元ではスーパーで買うべき本物の食べ物をいくつかご紹介してきましたまず肉に関しては遺伝子組み換え資料不使用抗生物質不使用合成抗菌剤不使用のものを選ぼうとお伝えしましたそしてグラスフェットビーフもおすすめでした そして、魚選びのキーワードについては、次の3つでした。1、抗成物質や合成抗菌剤不使用の ASC 認証。2、海洋環境に配慮して捕獲された MSC 認証。3、放射能の蓄積が少ない寿命が短い魚、サンマなどを選ぶこと。そして、卵については、開放型傾斜、もしくは平貝と書かれた卵を買いましょう。ノン GMO と書かれていればもっと良いです。そして、 豆腐に関しては、凝固剤に、蘇生塩化マグネシウムもしくは塩化マグネシウム含有物を使用した豆腐の中から、国産大豆のものをチョイスしましょう。そして、納豆に関しては、国産の大豆または有機大豆の納豆をチョイスし、タレは捨てましょう。そして、味噌選びのポイントは、次の3つです。1、無添加で天然醸造。2、国産大豆もしくはオーガニック。3、通気口がある生味噌かどうか。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました